こんな悩みはありませんか？朝からなかなか便が出ない。家に帰ったら疲れて運動する気にならん。なかなか運動が習慣にならないし、食事だけでは痩せにくいの分かってる。そういった方におすすめな7秒ストレッチを紹介します。起きてすぐまたは寝る前に行うことで血行が良くなる、腰痛改善になる、姿勢の改善、便秘改善、体温や免疫の上昇、痩せる体質を作ることができます。スマホ持って一緒にやりましょう。楽に寝た状態で両足振りましょう。1、2、3、4、5、6、7、足を曲げて内ももを床につける感じで動かしましょう。1、2、3、4、5、6、7、そのままお尻を上げてお尻を振りましょう。1、2、3、4、5、6、7、このままお尻を上下に動かしましょう。1、2、3、4、5、6、7、両膝曲げて抱えましょう。1、2、3、4、5、6、7、交互に足を上げましょう。1、2、3、4、5、6、7、上げた足を横に倒しましょう。1、2、3、4、5、6、7、反対も同じです。1、2、3、4、5、6、7、お尻を上げて足踏みしましょう。1、2、3、4、5、6、7、膝をパカッと開いたら閉じましょう。1、2、3、4、5、6、7、膝曲げて左右に振りましょう。1、2、3、4、5、6、7、
それではうつ伏せになりましょう。まずは腰を揺らします。1、2、3、4、5、6、7、上げた足を横にひねりましょう。1、2、3、4、5、6、7、反対も一緒です。1、2、3、4、5、6、7、はい、両膝曲げて振りましょう。1、2、3、4、5、6、7、片足横に持ってきて伸ばしましょう。1、2、3、4、5、6、7、はい、反対足も行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、両膝曲げたらゆっくり伸ばします。1、2、3、4、5、6、7、曲げた足を交互に上げましょう。1、2、3、4、5、6、7、今度は両足上げましょう。1、2、3、4、5、6、7、はい、手を伸ばして体を横にひねりましょう。1、2、3、4、5、6、7、反対も一緒です。このまま腰を揺らしましょう。1、2、3、4、5、6、7。やってみた人はグッドボタンやコメントで教えてください。